チョコレートチップクッキークッキーはアメリカ食文化圏における主に小麦を主原料とした小型の焼き菓子の総称である。クッキーは北アメリカで使われる言葉で小さなケーキを意味する中世オランダ語の呼吸または小駅へから北米にて英語に派生した。それ以外の英語圏では一般的にビスケットと呼ばれる。クッキーとビスケットは国、地域や言語によって 混同されていたり異なるものであったりと定義は、まちまちである。フランスの、プチフールやドイツの、ゲベックなど、クッキーの同類は諸国に存在する。ケーキ同様のアイシングができる、大きなクッキーケーキクッキーの多くは、コクのある甘さを持ち、手に持っても型崩れしない程度の硬さがあるが、その食感はレシピによって様々である。使用される、 小麦粉の特性と生地の混ぜ方によるグルテンの形成や、生地に含まれる水分と焼き上げ方により、しっとりやサクサクなどを食感を変化させる。例えば、型抜きクッキーのように水分が少なくしっかりと練った銅を作ると、グルテンが多く形成され、硬い歯たえとなる。ショートブレッドのように水分に対して、小麦粉の比率が高いとデンプンの効果が進まず、ホロホロとした脆い食感となる。 また逆に、ラングド社のようにメレンゲを加えるクッキーでは、非常に軽い食感となる。レシピによっては、この他に、重曹や、ベーキングパウダーといった、防火剤を加え、膨らみを補助する。クッキーの甘さやコクは、砂糖と卵、バターなどの油種類によって決定されるが、それらは、味だけでなく、食感や膨らみ方を決定する重要な要素となる。は加熱すると液化し、 冷えると再結晶化する。生地の中でこのプロセスが進むと食べた時にパリッとした食感を与える。蜂蜜は吸水性があり、しっとりした食感を与える。卵はコクとしっとり感を与え、同時に小麦粉をまとめるつなぎとしての役目を果たす。メレンゲのように泡立てることにより膨らみを利用する場合もある。 バターなどの油脂も卵同様の働きをするが中に含まれる水分により焼成中の生地の緩さに影響を与える。焼き始めて熱がかかると生地が流れるのは油脂の種類や量によるものである。またチョコチップやココアパウダーを加えるアイシングやジャムで飾るなどの細工も風味を決定する重要な要素となる。完成したクッキーは 水分が少ないので腐敗しにくく保存性は高いが、微妙な水分量の変化で食感が変化しやすい。クッキーの元祖は7世紀のペルシアで、砂糖の使用がその地域で比較的一般的になった直後に生まれた。世界旅行が広まるにつれて、クッキーは旅行の友となり、歴史を通じて近代の旅行景気と同等となった。同様の名前で、あらゆる大陸で流通して知られるようになった。 最も有名な初期のクッキーの一つは、ジャンブルで、主にナッツ、甘味料、および水で作られた比較的硬いクッキーである。バターと砂糖のクリームを加えた、現代の最も一般的なクッキーは、18世紀になるまで一般的ではなかった。アメリカのクッキーは17世紀初頭に、北、アメリカに植民したグループのうち、ニューイングランド、ニューヨーク、ペンシルバニア近辺に入植した。 イングランド人やオランダ人、ドイツ人などの食文化が融合する過程で成立していった。エリザベス朝以来のイングランド人主婦の美徳として、菓子やパンは自分で作るべきというホームベーキング、ホームメイドの文化があった。そうしたイングランドの主婦文化が入植先の北米でもそのまま受け継がれたが、開拓者としてすべてを自力で解決しなければならない環境から、 ますますその傾向は強くなった。成果に関する研究や知識の継承も一般の主婦である彼女たち個々人に委ねられるところが大きく各家庭でレシピが工夫され相互に混じり合いつつ定着していった。クッキーのレシピで最も古いものは1796年に発行されたアメリカで最初の料理書であるアメリア・シモンズのアメリカン・クッカリーに掲載されたものと言われている。 10種類のクッキークッキーは製法により大きく分類される。いかに代表的なものを示す。6種類のクッキー基本的なビスケットのレシピには小麦粉、ショートニング、ベーキングパウダー、または重曹、牛乳と砂糖が含まれる。一般的な塩味のバリエーションは砂糖をチーズや他の乳製品の成分で置き換える。ショートブレッドは英国で一般的なビスケットである。 英国では、クッキーはチョコチップクッキー、またはそのバリエーションを示すことがある。縄文時代の日本で、栗の実を粉状にしたものを固めて焼き上げる縄文クッキーが存在したという説があるが、欧米のように一つの食文化を形成しなかった。1971年に、日本ではビスケット類の表示に関する構成競争規約の中で、表示基準を明確に定めた。 それによれば、日本におけるビスケットは、小麦粉、糖類、食用油脂及び食塩を原料とし必要により、澱粉、乳製品、卵製品、膨張剤、食品添加物の原料を配合し、または添加したものを、混合器、成形器及びビスケットオーブンを使用し製造した食品を言い、クッキーは、手作り風の外観を有し、糖分、脂肪分の合計が、 重量100分比で40%以上のもので、思考に応じ、卵、乳製品、ナッツ、缶果、蜂蜜などにより、製品の特徴付けを行って、風味よく焼き上げたものを言う。全国ビスケット協会が、当時ビスケットよりも、高級と考えられていた、クッキーの名称で安価なビスケットを販売するのは、消費者に後悔を与える恐れがあるとしたことが、 規約制定の背景にはあった。ありがとうございます。